はい、山田です。それではね、雑誌化企画第2弾のギアリーできましたのでお披露目といきましょう。そちらはこちら、ですね、スーパーサンダーブレイカーですね。でパッと見いじったようには見えないんですけど、シャーシはダッシュシャーシですね。で、ですね、ダッシュシャーシです。で、スーパーサンダーブレイカーでやりたかったのは、まあ、このフロントエポンですね。強烈なトライテンド。これで相手を、吹っ飛ばすと。すくい上げるんじゃなくて吹っ飛ばすイメージですね。それがしたくて作りました。で、ホイールの方はですね、ファントムだったかな、ローハイト、フリクションタイヤのローハイトですね。こちらがちょうどぴったりはまりますので、綺麗に入ります。これでもかっていうぐらいぴったりですね。シンデレラフィットです。で、ホイールエボンね、赤剣がいいのがないんですよ。ちょっと壁切り、に沿って走ってくれるやつで、しょうがないんで、戦機概要ですねの三つ爪、つけてます。なのでちょっと壁沿いバスリーはちょっと苦手ですね。で逆に、スタジアムを対角線上に走ったりとかですね、ちょっと予想しない動きをします。まあそこが強みかな。で IoT はダブル IoT ですね。でディスクは、安定の S1 ディスクです。ブレーキはいらないです。ダッシュにね。で先日紹介した、ワイルドアイアンですね、ちょっとここで一回整理しておきたいんですけど、ワイルドアイアンウルフは 25mm 系のゴムリング使ってるんで、まあこれ 25mm なんですよ。まあ 25mm ですね。 25.何mm かですね。でクラッシュギアの標準のホイールっていうのは、ですね、ここのリブのところを言うんですけど、ここが 25mm が標準で 22mm がダッシュ系で 25mm 以上がスピンタイプっていう風に分類されています。で今回作ったスーパーサンダーブレイカーは、まあちょっと察しのいい方は分かってると思うんですけど、26mm と、これなんでかというと、まあ、ここに入るローハイトの径がですね 26mm なので、この内側のリブよりゴムが出てる状態ですね。まあそれじゃないとダッシュに移行しないので、まあこれはこれで正解なんですけど、でこの 1mm の壁がね、まあ、このすくい上げ決戦を左右する、まあ 1mm、 たった 1mm なんですけど、まあ動き見てもらいましょうか。昨日すいません、ちょっと私顔入っちゃったんですけど、気分悪くなった人いますかね。じゃあ今日は入んないように撮りますね。よいしょ。
こんな感じなんですけど、壁とっついてしばらく止まるときはワイルドアイアンウルフよりは多いかなって印象ですね。まあグリップが強いんで、IOD が発動しても IOD が負けるときってあるみたいで、それでちょっと停滞しちゃうみたいですね。まあこれやってるときに外周ダッシュで突っ込んでこられたら、まあやられちゃうなっていう、ちょっと隙があるギアです。まあそこもまあ性能の一部ということ で、タイヤね、感じね、このシューティングファントムのホイールと前期概要のホイールエポンのマッチング感が個人的には結構気に入ってますね。でそれを包み込むようにフリクションタイヤがついてると。まあ、この後バトルしますね。まあ例のごとく四天王です。バトルします。でその後のギアね、実はもうできてるんですよ。まあ今ちょっと塗装して乾かしてるんですけど、このさっき測ったホイール系ね、覚えておいてもらえれば、まあちょっとすごいんじゃないかなっていうのは分かってもらえると思うんで、じゃあ以上ヤマダンでした。バイバイ。